とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイフラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、矢筒を使っていこうと思います。花火だと確実に強かったんだよね。で、今日は、稲妻の矢筒、そして森の矢筒。これは、実際どうなのか、ちょっと使ってみようと思います。使う弓はこれ。冬の指先だよね。で、防具は、これ。クールダウン3がついてる輝くローブだね。どうだろうか。おそらく、矢が5本ずつ使える感じなので、矢はなくならないと思うんだけどね。矢のなくなる心配はないので、使いやすいとは思いますけども、火力はどうなんだろうね。まあ、とりあえず、行ってみましょう。それでは、行きましょう。あ、ナイトモードか、いきなり。まあいいや。最初が、今のが、あれか、森の矢筒か。はいはいはい。あー、どっちなんだわかんない。どっちかがものすげえ、あー、森の矢筒強いね。で、雷の矢筒はいや、なんかすごい強い気はする。どうなんだろうね。わかんない。いや、すっげえ強いよ。あ、これ両方とも強いのかな。なんか両方とも強い気がする。森の矢筒はね、間違いなく強い。すんごい火力が出てますね。ちょっと両方を雷に変えようか。両方雷に変えれば、雷の強さがわかるよね。ちょっとこれでいってみましょう。ちょっと待って、火力、結構出ない？なんでだ？いや、強い！コメントでね、ありがとうございます、コメント。雷の矢筒がいいみたいに、コメントで教えてもらったんですよね。で、俺、半信半疑だったんですよ。雷の矢筒かーと。で、実際使ってみると、これはね、強いぞ。なんで雷の矢筒って、ダメージそんなないんですよ。30万とか、254で30万だよ。なのにそれ以上のダメージが出てる気がする。なんで倒せるの？わからない。不思議。不思議です。なんで？多分数値以上の火力が出てるんだろうね。30万ぐらいじゃ全然倒せない敵のはずなんだけど、なんで倒していけるの？わからんけど、余裕で瞬殺すんのよね。なんだこれ。いや、わからないですけど、ちょっと森の矢筒よりも雷の矢筒を2つつけた方が、ちょっと強いぞ、これ。下手すると、花火より快適かもしんない。いや、これ快適だわ。なんで？花火は、一発しか撃てないので、次に撃つためには何回かね、普通の矢も撃つのよ。この羽ぴょんするとき。なので、矢がすごく減ってきて、矢の枯渇問題があったんだけども、雷の矢筒は、撃ってる間に回復しちゃうので、ほら、矢がね、120本。1本も減ってない。ちょっと待って。なんでこんなに強いんだ？いや、火力がなんで出るかが、わかりませんけども、強い。びっくりするぐらい強いよ。はい、戻ってきました。今日はね、森の矢筒と雷の矢筒使ってみたんですけども、まあ、森の矢筒はね、強いの分かるじゃないですか。一撃のダメージが155万。まあ、これ、256になれば、180万ぐらいになるのかな。まあ、これだったらまあ分かるよ。一撃が、ほら、かなり強いっていうのは分かるんですけども、でもちょっと待って。アーティファクトダメージが150万ぐらいなのに、93万とかしか出ないな。なんでだ？まあまあ、なんか弓に依存してるとかそういう感じですかね。チャージで打てば、160万とか出るね。で、通常で打てば、そんなに出ない。なんかダメージが結構ブレるね。ダメージが結構ブレるイメージですね。で、雷の矢筒が、やっぱり、30万と20万ぐらいのダメージだよ。ね、チャージして30万、30万とかなんで、普通に打って30万と15万?いや、たったそれだけのダメージで倒せるはずないんだよね。合計60万、70万のダメージでは倒せないはずなんだけど、なぜか倒す。なんだろうね、この火力は。多分、雷がバーって降ってきて、それが帯電みたいなダメージでザーって当たるのかな。何かね、とんでもない火力を出します。原因は多分、あれだよね。ショックウェーブと同じで、周りの敵にプラスでダメージを与えていく。で、それで敵が多いならば、プラス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 ってなって、ダメージがどんどん蓄積されていく感じなのかな。とにかく、雷の矢筒が異常なぐらいに強いです。なんだろう雷の矢筒って強化されたっけ？強化パッチにはなんかなかった気がするんですけどね。はい。まあ、とりあえず今花火使ってる方、一度ね、この雷の矢筒使ってみてください。何かわけのわからないダメージを出して強いので、はい。試してみる価値はあると思います。はい。今日はこれびっくりしたな。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。